魅力って何だろうなぁ始まってるのはいどうもこんにちは <laughs> 優雅とおかっちの哲学夫婦の時間ですえ哲学夫婦とは夫婦生活においてめちゃくちゃ大事なことを夫婦でじっくり考えてお話しする場です仲良くなることが目的です、うん、ねこれね非常に大好評いただいてますので、えー、しばらく続けていきたいと思います やってない,<あ>、はい。はい、ということで、<laughs> 今日のテーマはズバリ。魅力とは何かです。優雅、うん、さん、はい、おかっちは魅力的ですか？はい、ああ、嬉しいな。嬉しいな。<laughs> <laughs> どういうところが。 なんかキュートやなと思うよ。キュートやなと思う。うんありがとう。そしてあとはなんかねまっすぐやなと思う。まっすぐうんありがとう。あとはやり抜く。やり抜く。うん。ドーンってして。ドーンとしてるね。うん。楽しい。楽しい。愉快。愉快。はい。ありがとう。ということはキュートで やり抜いてまっすぐでドーンとしてて楽しくて愉快だったら魅力ということ？<笑><笑>うんそういうわけでもないよ。ういうそういうところが例えば例えばそういうところが、うん、魅力的に映るよっていう話、ね。ということはじゃ魅力とは何？引き付けられる力学みたいなこと。何それどういうこと？<laughs> いいなとかってこう、うん、なんか興味あるなとか触ってみたいなとか、うん、触ってうんあ,あ,ありがとうもっとちゃんと丁寧に触ってよ <laughs> ちょっと,ょっと何してんの <laughs> もっと丁寧に触ってよ <laughs> 引きつけられるものうん、うん、引きつけられるもの何が、うん、何が何がどういう,ふうになんかこの人とおったらうんカイやカイになるなってカイになるな、ね かい、うん、になる。深いやったら引きつけられへん。深いやったら魅力やって思えへん。あ、でも、そこはさ、私はそうやけどさ。うん、なんか精神が病んでたり、こじれてたりとかするとさ。深い、うん、やのに引きつけられるみたいなことあったりする。あ、なるほど。それは魅力的なものと言えるん。<laughs> その。丸、まあ、る意味ちゃう。大きな意味では。魅力的そう、な。うん、おかっちは優雅さは魅力的やと思います。うんうん、なぜなら。うん えっと僕を僕でいさしてくれるから、うん、そう結局自分やんでもそういう場所にを作ってくれてるから場所そういう場所がないと僕はやっぱはっきりできへんタイプやからなんか納得いかんわいやまだまだまだ続いてるやんはいまだ続いてるやんう,うんそして <laughs> あの嘘をつかへんから正直者やから、うん、おかっち自分のことは本音で生きてると思ってるけど、うん、正直かどうかは分からへん,ねんな難しいな <laughs> 正直っていうのはあるこの瞬間も正直であるって思ってておかちはおっきなゴールに向かって本音であり正直やけど今この瞬間正直かどうかわからなんのねそこに対してめちゃめちゃ執着があるから今やりたくないことであっても違うなって思うことであったとしてもそこのゴールに行くためには大切なことだと思ったらやったりするタイプ。でもさんは 遠くのゴールも大好きであり、でも今やることはそこに行くために大事だと思っていたとしても、なんか違うって思ったら違うっていう人。うん。うん。とはな。うん。だからその時も大きな大事なことよりも、今のこの瞬間の方を見てる、も見てるっていう意味でやっぱ正直やなって思う。うん。だ、それは僕にはないっていうところがあるから魅力やなって思うんです、そこは。うん。だから、ある種、自分が持っているところ。 うん、自分に似ている部分も惹かれている部分もあるし、うん、逆に自分も持っていないものを持っているところが魅力やなって思う時もあるね、うん、だからなんなんやろな魅力ってな<あ>、うん、魅力って例えば他に何魅力,や魅力的やなと思うおかって情ブログのジョークは魅力的やなって思う、ね、人で言ったら。 最近すごいキャーキャャーキャーっての、ね、<laughs> もうなぜなら僕が目指してるところを体現してる人もう夢中で生きてるっていうところが僕の目指してる人なんだけど、うん、それをちゃんと体現していても,うもちろんその誰にも迷惑をかけてない、まあ、もちろんね影響力があるからアンチとかも多いけれどもちゃんと配慮しながら自分の表現をやってるっていうところがすごい魅力的やなって思うよ。うん、例えば優雅さん他に人で言うたらこういう人魅力この人魅力的やなって。 なんかね最近はね、うん、そういう、うん、なんやろうなグルみたいな推しみたいなのってあんまりおらんねんけど。うんうん 好きやなって思う人はやっぱその有名無名問わずいるよね。有名無名問わずいて。最近はなんかね、そのカリスマぶらない人が好き。なるほど。そういう人に惹かれる。ジョー君、まさにそういう。うん、そうそうそう、あ、なんかああいう、もう言ったらさ、もう名実ともに。ね、影響力あって有名でさ、あの、なんやけれども。なんか、こう、カリスマぶって上から物言うとか、なんか。 競争、ね、ごっこしてるみたいな、うん、こうねそう,そういうところはちょっと私はすごく注意深くなっているから、うん、そうしない人が好きですねうん、うん、そうしない人がに魅力を感じるし、うん、それをひも解くとどういうことになるんやろうひもとくと だからそういうふうにするしない人っていうのは搾取されないっていう安心感人を人として扱うってことなの人を人として大事に扱う人やなっていう信頼と信頼関係ができるなっていうこと裏表がないっていう部分もあるのかそれもあるよね本音でやるだから今こういうふうになんか こういうふうにここの人をよくしたら将来100万円の何かを買ってもらうからこういうふうにするてとかそういうんじゃなくてちゃんと表も裏も見えていてその人の本音が見えていて自分のことをちゃんと人として扱ってくれる。そうそうそう成人人ぶらなない人も好きやしなんか リアルななな人人が好きリリアアルルっていうとその,だからその人のそのままってこと。そのままってこと、うん、でそこも難しくて前もちょっと話したけど、うん、そのまま表現してるけど誰かの迷惑になってることもあったりするやんかさっきの。もちろんその度合いはあるけど、うん、人に迷惑かけずに生きていこうなんかまず無理やし。そう そうあの自分が嫌われるリスクも相手のことを傷つけてしまうリスクもあるのよ、うんうん、で別にそれを引き受けるからこそこう気築ける信頼関係っていうのがあると私は思っていてうん度合いはあるけどなでもその音楽においてはここは騒音になるとかいう話もこの前回やってたよね。 でもでもそれで例えば私が公演で歌ってて「ちょっと静かにして」って言われたら「あすいません」って言ってその日は黙ったらいいだけの話で別になそれで誰かがね死ぬわけでもないしそうやんかでものすごく誰かを傷つけるわけでもないと思うしさ。 えっと、何,何の話してたっけ魅力とは何かあそうそれそういうのとはまた別に、うん、私あの若い頃、うん、前回もレインが出てたけど、うん、ジュでやんでマリーがめちゃくちゃ好きやって、うん、で最近はゆきちゃんねソロになってもう、うん、何十年も経つけどさ、うん、あの別にフォローしてるわけではない同行をずっと追ってるわけではないんやけど、うん、たまにふと思い出したかのように。うんうん なんか最近どんな感じなんかなおうおうってってググったりするんやは最近新曲が出て、うん、多分ね50歳になってたよね<っ>彼女。ーーでもそのねビミュージックビデオがね、うん、もうちょっと何かどう何がどうなったらそうなるんやろうっていうぐらい可愛くて <laughs>、うん、でもちろんそういうのって習性もあるしあのまあ芸能人やから整形もあるし。 照明の加減とかさ膨大に撮ったうちの最高級に可愛い瞬間だけを切り取って集めてるみたいなことももちろんあるよ、うん、あるし何な,なら今やったらなんかゴムマスクとかもあるんやろうし、うん、あるかもしれへんしいろいろそのなんていうのかな仕掛けは、うん、あ,あるんやろうけどそれにしても、うん、それにしてもないよ、うんやめちゃくちゃなんかほんまにこんな50歳っていう、うん、なんかその。 サプライズを、うん、その可能性をこう夢見させてくれるような存在っていうのはる、うん、ある意味すごく魅力的で私はなんかその,なの20年前とかに私がすごく大好きだった頃の,、うん、あのエモい音楽 <laughs> あのエモい音楽性とかは今,今の彼女の作品からはあまり感じないから、うん、なんかそういう意味でなんかすごいもう心は静かみされるとかは最近はないんだけれども、うん、そのビジュアルの、うん。 存在感というか奇跡感というか、うん、魔法感みたいな驚きワオっていうのはなんかってなやるほどだからそれはその、うん、自分がもしかしたらそうなりたいって憧れのものなのか、ね、そうそうそう,そうえ頑張ったらこれになれるんかなみたいなんなんかで,でもやででもこ,こんなことをここで言ったらちょっとあれなんやけど、うん、まあでも。 多くの芸能人がそうである,かあるようにやな、うん、やっぱこう劣化みたいな感じで調べたらやっぱそれなりのものが出てきたりもするんよねけれどもでそ,その出てきた写真っていうのは、うん、まあ言うたら普通に一般的に年、ま、を重ねていくような、うん、まあ感じの、うん、やで私はそれを見た時に正直安心したんよね、うん、まあそうですよねって、うん、いやそりゃそうですよねって思ってで まあもだからその修正技術とかそういうあらゆるものを集結した作品やからあれは私とかでもさ言うたらこの照明とかさフィルターかけるとかでさ実物よりもだいぶええ感じに映ったりもするわけやんかいう、うん、なそううのも言うたらもう何一番の最先端の技術を駆使して <laughs> 作ってるものやから、うん、そうやねって生身の彼女はまあ人間よねっていうので、うん、すっごいホッとしたんやけど。うん でもそれにしても、うん、作品が、うん、もうすごい見てなんていう作品ち、まあ、ちょっとごめん分かれへんんかゃの最新作、まあ、その話を聞いてたら、うん、その魅力やなって感じるのは、うん、自分がこうなりたいって理想の姿を体現したものに,ものにこう。 向き合った瞬間というかそうなれるのかって夢を見させてもらったり可能性を感じさせてくれるものに惹かれてしまうっていうことともう一つは安心させてくれるあゆきちゃんでも50歳とかなったら他の他の芸能人でも綺麗な芸能人でも年を取ったら劣化していくんだなと。劣化っていう言葉あんまよくないよよくないよ検索ワードとしてちょっと使ってよくネット界で言われてる言葉やから劣化とは私は思ってないよその年を重ねてそれなりの容姿になっていくっていうのは。 自然な原理やしそういう側面の美しさそういう,う美しさのそういう側面もあるけれども、うん、彼女の,あの世に出ている作品として世に出ている部分に関してはそのえこの人は年を取らないのかなっていう、うん。 こう夢を見させてくれるっていう。夢を見させてくれるのと、安心させてくれるものにも惹かれるってことね。そのリアルに年を重ねていって、その年年の年年の美しさを表現されている方にも。あ、これでもいいんだっていう。うん、それも魅力を感じるし。なんか信じられへんみたいな、やっぱ魔法みたいなことには、やっぱ魅力を感じたりもする。なるほどね。ありえないっていう、その人間の可能性を最大限の可能性を見た瞬間というか。うん。 今までの常識が覆されるような体験うう、なるほどね、体験な。うん、なるほど、固定観念、自分の中でこうって思ってる観念を飛び越えるような何かに。触れ合った時ってことですね。うん、いや、それはあるよね。なんから人間、僕たちは同じ人間だから。人間の中では。これだ、これぐらいだろうと思ってるところを、飛び越えれるような。作品であったり、アートであったり、人であったり、ものであったり。 コンテンテツっていううのは魅力的やなって思うよねうすごいなって思うよね感動やね魅力っていうもあるけど心がうわすごいなっていうだからオカチもそうやって全力その人間の最大限の可能性を見た時にやっぱ震えるんよ心が、うん、その人そのものの輝きを見た時に。 この人輝いいててるっううううそそそなんでさっきの話でそれでさ矛盾するのがさ私はリアルなものにすごく魅力を感じるって言ったのにその作られたそのアーティフィシャルわからんでまあそらくアーティフィシャルであろうと私が思いたいだけやねのそのなんか驚くような世界信じられないような光景50歳の女性のそのビジュアルっていう。 ところにも魅力を感じるってこのパラドックスがあるっていうのがなんか今自分で気づいた。うん、うね。ねうん、それどういうどこでそのパラドックスはどこでこうつながってきそうどうなる、ねうんやろうね。お互い相反するところだけどもっともっとこう深掘っていったらその共通の自分の欲望にがあるんじゃうかな。うん、どうなんやろうね。 なんかでもそれはね多分夢を見たいっていう感覚なんやと思うそのリアルじゃないんやろうなって心のどっかで思ってても、うん、頑張ったらこんな感じで生きていくこともできるんかなみたいな,、うん、なんか希望を抱きたいっていう願望の表れなんかなと、うんうん、なるほど願望な希望を抱きたいいっていうね、うん、なるほどなじゃあ改めて魅力って一言で言うとどういう言葉になりそうですか魅力とは <laughs> 人,人間のおかっゃ人間の可能性の輝き才能人間らしさの輝きいやその人らしさの人間の可能性の輝きかなちょっと難しいなそこら辺かな人間の可能性の輝きとかその人らしさの最大限の輝きとか、うん、そういうことかなその人自身が自分自身を肯定してその肯定したものをこうだってもう輝いてるさま。 っていうところが、まず魅力的であって、魅力にも度合いがあり、最大限の魅力っていうのは、その輝きの度合いが。自分の想像を超えてる、常識を超えてるものやったら、より魅力的やなって感じるし。まあ、その人そのものが輝いているということにも、単純魅力やなって思う。価値はね。輝いてない時も、私は割と好きやったりするんよね。輝いてない時も、その人自身がちゃんとそれを肯定してたら、僕はオッケーやと思う。その。 な悲しい気持ちとか苦しい気持ちを隠してそうじゃないって言うんじゃなくて私は今くくるみんな笑ってるけどちょっと今に元気ないってこういうことあってっていうところもちゃんと自分で肯定してて受け入れてる状態で表現してるから魅力的だと思う。それを自分で肯定せずに 隠隠してる隠しててる<や>、うん、そうでも私すごい思うんやけどさ、うん、そりゃ、うん、あさ私にとってオカッチはすごく魅力的やしオカッチにとって私はすごく魅力的やけど、うん、別に私たちになんて全く興味のない人の方が圧倒的に多かったりとか、うん、なんなら私たちのことを嫌いな人もいるわけかか、うんかそれってさ絶対的な魅力,魅力というものが存在するわけじゃなくって。うん んこう見,見てる方の主観やと思う受け手の感度,、うん、感度の問題やとこれも思っててさ、うん、哲学対話でなんかここに行き着くこと多いけどさ、うん、なんか今この私この岡ちと会ってからの8年ぐらいの私は岡ちのことを魅力的だと感じる感度を持っているという。うんうん、感度を育んできたとも言える,、ね、と言えるし、うん、ということなんやと思う。うん、だから魅力っていうのは、うん、なんか感度 魅力でそ,のそこに意識を向けることができるかできないかっていうスキルでもあり、うん、ぎな技術でもあり、うん、なんか例えば分からんけどこういうコップ一つ、うん、全然意識を向けなかった単なるコップやけど、うん、意識をちょっとふっと向けた瞬間に、うん、ここのフォルムがすごい綺麗やなとか、うんまあ、すごいいい透明感でこの二重構造のこの機能的な美もあるよね、うん、みたいなふうに思えるっていう。うん だから感度じゃない繊細なところに美を見いだせる感度美や貝を見いだせる感度やと思うなるほどその人自身のねなるほどそういう目線もあるよねうんそういう目線もあるしもう絶対的な魅力っていうのも何かしらある気はするけどねそのそこは何か歩きがするけどねでもどんな人気者だってさアンチつくしさ 両方な気はするけどその感度って言ってしまったら全部が魅力的になってしまうから全てのものが、うん、まあいいんやけど、うん、そ,れそれでいいんだけどもしかしたらそれそ受け手の受け手のそういう美,美と美しいとかだから私にとってのやな、うん、おかっちにとってのっていう定義付けはできるよね魅力に今,今のおかっちにとっての魅力的は何かってとは何かと優香さんにとっての魅力的な何かっていうのはやっぱこう 釣り,釣り合わせるっていうところが、うん、みんな違ってみんないいではなくて、うん、お互い共通の根っこの部分が何かあるはずなので、うん、そういう部分をこういう哲学対話で探っていったらいいですね。はいということで <laughs> 今日は魅力とは何かについててお話しししきましたどうでしょうか こんな感じです哲学はね。うん、はいということであの哲学夫婦はねこんな感じでお互いがね今話したいことをぺちゃくちゃお話しして仲良くなる番組です。えちょっとでもね、えー、元気になったためになったおかちとゆうちゃん頑張れって応援してくださる方は高評価ボタンをお願いします。はいということで、あのー、毎週に日曜日8時半からね日曜日8時半から、えっと、夫婦の時間っていうライブ配信もやってるのでぜひそちらにも遊びに来てください。はい、ということでバイバーイ